北海道では断続的に雪が降っているところがあります。この後も積雪の増加などに注意が必要です。天気図を見ていきますと、北海道の北東の海上低気圧がありまして、発達しているような状況となっております。この低気圧の北側から回り込むように冷たい空気が流れ込んでいるため、北海道はオホーツク海側、日本海側などで雪が降っている状況です。現在雪の状況を見ていきますと、オホーツク海側ですとか東北の内陸部、一部道央の山沿いといったところでも雪が降っている状況です。この後は特に東北やオホーツク海側、こちらで雪の降りやすい状況が続くと見ております。雪雲の動き見ていきますと、この後は北西から南東側に流れ込む雪雲というのが多くなる見通しです。この後の雪雲の予想を見ていくと、道北ですとか大津海側の一部、こういったところでは特にお昼ぐらいにかけまして雪の降りやすい状況が続きます。これから夕方にかけましてさらに10センチ前後の雪の降るところがあります。また沿岸部では風も強く吹雪となって、見通しの悪化というのも注意が必要になってくる見通しです。最新の雪の情報などはウェザーニュースアプリをご活用ください。